改めましてこんにちは秋の香りです今週は区内のアンテナショップをレポートします今回レポートするのは大分県のアンテナショップザライ大分ですそれでは早速レポートをお聞きください皆さんこんにちははじめまして鈴木桃子です今回初めてこの声の架け橋のレポートを担当することになりました 中央区の魅力をたくさんたくさん元気に明るくお届けできればいいなと思っておりますよろしくお願いしますさて今回私がレポートするのは大分のアンテナショップザライ大分ですこちらの場所は東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅4番出口から徒歩1分の場所にありますまた東京駅からもほど近い大変立地のいい場所にあります それでは早速中に入ってみましょうザライ大分はビルの8階にあるんですがそのビルの1階のエレベーターのエントランスホールには大分を代表するさまざまな観光名所のとても大きな写真が飾ってありますねそしてエレベーターで8階まで上がるとザライ大分がありますその店内は間接正面に照らされてまるでギャラリーのような。 お店となっておりまして、その中でもひときわ目を引くのがお店の真正面にある3つの窯お釜ですね。これは実際に使われているものなんでしょうか？そのあたりもお話をお伺いしたいと思います。では、まず、大分県東京事務所温泉券大分か主管の藤田克久さんにお話を伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。 ザライというお店はどういうコンセプトの、はい、お店なんでしょうか。はい、えっ、ー、とまず店名のザライを置いたというとこ、はい、名前ですけれども。 これはですね、あのいながらにして思いを馳せるという意味でつけております。うん、あの東京にいながらにしてですね、この場所に来ていただいて、はい、まあ、食を通じて大分の豊かな食材や文化に触れていただく、大分に思いを馳せていただくということでこのお名前を付けております。あの銀座に合うようなですね、高級な雰囲気を醸し出している、まあ、大分のアンテナショップとして、えー、大変ご好評いただいているところでございます。いつごろオープンされたんでしょうか。はい。 えーとですね、今からもう11年前になります平成18年の4月にオープンいたしまして、はい、今年年で11年目の営業になりますその11年の間であのいらっしゃるお客様というのはやっぱり大分の方が多いんですか はい、あの大分にゆかりのある方、大分ご出身の方がお越しいただくこともございますけれども、はい、まず大分のご出身の方がお越しいただいて、口コミで大分以外の方もお越しいただいて、はい、あの今ではです、ね、大分あの、たくさんの方にお越しいただいております銀座に会うっていうふうにおっしゃってたんですが、はい、このお店を銀座に構えようと思った理由っていうのは、どういうところだったんですか。はい えー、やはり東京の中でも中心部となります、中央区の銀座にです、ね、ぜひ、えー、お,お店を設けて、日本だけではなくてです、ね、世界中の方がお越しいただく中央区で、世界に向けても情報を発信したいということで、この地を選んだ次第でございます。銀座という土地柄ですね、あの社用でお客様をお招きするには、もってこいの場所だと思いますので、そういった面でもあの銀座にお店を構えてよかったなというふうに思っております。 そうですねすごく高級感あふれる店内なのでやっぱりそういった使い方もできるということなんですねその他にも何かこう特徴だったりっていうのはあるんでしょうか はいえっと、ザライ大分で大で分、ね、の,の食材を満喫していただくこととあわせまして併設しております物販のコーナーもございますので大分といいますとさまざまな調味料、はい、たくさんの調味料がございますのでそういったものをご覧いただくこととあわせましてです、ねえー、観光の情報コーナーも設けております。ので、はい 大分にお越しいただく際にはですね情報収集のでまたお越しいただけるとあの大分の旅が一段と楽しめるかと思います大分県内にある観光パンフレットはですね全てと言っていいほどこちらの方にもご用意しておりますので<ー>はいあの様々なご要望にお応えするような形でですねいろいろなコースをご紹介できると思いますこの 建物入ってきたときに写真がこうたくさん飾ってあったんですが、はいはい、あのこのビルの入り口ですね、はい、のエレベーターで8階に上がって、えー、ザライにお越しいただきますけれども、あのビルのエントランスのほうにです、ねえー、と大分県の観光のスポットのです、ね、写真を展示しております。毎月 あの写真の方は交換しておりまして<ー>その時々に合うような写真を飾らせていただいておりますしザライのですねザライ大分が毎月メニュー替えをしておりますけれども、はい、その時ご提供を差し上げているですね各市町村の食材に合わせた市町村の観光スポットをこう貼り出しているというような状況でございます。そそうだったんでですねはの、い、ののメニューの食材の 産地とその写真がリンクしてる、はいるっていうことなん、ね。そうですね。はい。このざらいなんですけれども、私もあのエレベーターを上って扉が開いた瞬間にすごくびっくりしたんですが。はい。 あの扉が開いた瞬間に驚かれる方がまず多いです。間、え、接、ー、照明の薄暗い雰囲気の中ですけれどもあの非常に高級感のある作りにしておりますし正面にですね窯、えー、のこう米を炊く窯奥さんと言ってますけれども、はいはい、それが広がっておりましてあの非常にこう雰囲気を重視した作りにしておりますので。 はい、あの入ってきたお客様にはあのいい意味で,です、ね、インパクトを与えていいると思いますその釜は私も目に入ったんですけれどもあれは実際に使っているものなんですかはい、はい、あのザライで提供しておりますご飯はです、ね、あは釜で炊いたものを提供しております。はい すごくこうそれ,それを聞いただけでおいしいんだろうなっていうのが、はい、そうですねお米も、ね、あの最高の板で一番おいしいと言われているエリアのものを使っておりますしあの炊き方も釜で一気に炊き上げておりますのであのご飯もご飯だけでもかなり満足いただけるかと思います最後の締めのご飯を楽しみにしていらっしゃるお客様もいらっしゃいますのできっとご満足いただけると思いますそうなんですねえ藤田さんはご出身は、はい えっと私は大分県の大分市の出身です。<お>あのスタッフもですね、はい、大分出身のものが多いですので、はい、あの大分弁が飛び交うような空間になっております。素敵な職場じゃないですか。はい、はい、そうですね。<laughs> 藤田さんの おすすめの大分のスポットとい大分と言えば何んといっても温泉なんですけれどもまあ温泉というと秋冬のイメージがありますけど私がおすすめするのは竹、えー、田市にあります長湯温泉というところをご紹介いたします、はい、あの源泉の温度が323度ですので、えっと、あまり暑くないで、えー、非常に高濃度のです、ね、炭酸泉が出るところです。 あの入っていただけると体にですね炭酸飲料のラムネの中に入っているように体中に泡がつくあの通称ラムネ温泉と言っておりますけれどもそういった珍しい全国的にも珍しい温泉もありますのでまあ夏の大分の温泉はあのラムネ温泉を楽しんでいただけたらなと思います。 そのラムネ温泉っていう名前からもなんかこう夏にぴったりな感じがしますね。はい、そうですね。はい。では最後にですね藤田さんからこのラジオを聞いているリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい。えー、っとですね中央区銀座の地にお、えー、店を構えて十一年目を迎えるザラい大分。いながらにして大分に思いを馳せるというコンセプトで営業させていただいております。えー、ぜひあのザラいにお越しいただいたとは大分にお越しいただくことも待ち申し上げております。 大分県東京事務所温泉県大分か主管の藤田克久さんにお話を伺いしましたありがとうございました続きましてザライ大分マネージャーの中村雅樹さんにレストランフロアのお話を伺いしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 中村さん先ほど、はい、あの藤田さんからもお話をお伺いしたんですけれども、はい、すごく高級感のあふれる雰囲気の中どういったものを提供されてるんですか、はいあのー、毎日大分から直送されております、まあ、大分ブランドの、えー、魚石関郷の石あじでしたりとか、はいまあ、お野菜も全て毎日大分から直送されておりますので、はい、そちらを、あのー、提供しております。お魚にに関しては特当日便で 朝締めがあの朝市の飛行機であの東京まで送られてきておりますので、はい、じゃあもう本当にその日取れた新鮮なお魚が味わえるっていうことなんです、ね、そうです、はい、そこがとての一番の売りではありますその時々の,あの旬の食材を楽しんでいただけるとは思いますこれからの,この旬のものっていうと何になるんでしょうか、はいはい、今はやはりあの中津のです、ね、ハモがこれからは一番旬になりましてハモはい の旬はやはりこの梅雨の時期があの美味しいと言われておりますのでだ、はいたい7月中旬ぐらいまではご用意はあると思いますその魅力たっぷりのお料理に合うお酒もたくさんご用意があるとは思うんですが、はい、どのぐらいの種類があるんでしょうか、はいはいえー、そうです日本酒ですと常時20種類ぐらいはあとは大分は焼酎が麦焼酎が多いですので、はい、麦焼酎ですと3 4 0種類ぐらい。 あとは、大分はあのワインも味見の方のワインもありますのでうーえー地元のこうお酒がさまざまご用意しております。最後にですね、はい、え聞いているリスナーの方に向けてメッセージをお願いします。はいはい、毎日ですね、大分の方から食材が届いておりますのでその都度あのおいしい大分の旬の食材をあの当店では楽しんでいただけると思います。お料理に合わせて、大分の地酒、 も一緒にお供することができると思いますのであのー、ぜひあのー、当店に大分を感じにいらっしゃっていただければと思いますザライ大分マネージャーの中村雅樹さんにお話を伺いしましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは続きましてザライ大分スタッフの原口真里奈さんに物販コーナーの商品についてお話を伺いしたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします置いてある商品なんですけれども、はい、何種類ぐらいの商品があるんですかはい だいたい五十種類から六十種類ほど常備で置いておりますではその中で、はい、原口さんのおすすめの商品を教えていただきたいのですが、はい、まず一つ目は、えー、大分の唐揚げ専門店から出ておりますポップおじさんの鶏皮サクサク揚げですスナック菓子のような印象を受けるんですが、はい、そういうスナック感覚で食べられるものなんでしょうかそうですね、あのーまあ、広島のイカ店 のような形でサクサクとした揚げ物なんですけれども、スナックとしてお菓子としてもいいですし、おつまみですとかサラダにトッピングしてもお使いいただけます。味付けとしましてはえっと塩味になっておりまして、はいあのさっぱりとした味わいになります。はいではまず一つ目は。 ポッポおじさんの鶏皮サクサク揚げをご紹介いただきましたでは続いての商品は何でしょうか冷蔵コーナーにあります一、はい、年熟成柚子胡椒でございます九州で柚子胡椒は有名でして、はい、大分も発祥の地と言われておりますそれであの店内でも柚子胡椒いくつか種類があるのですが、はい、中でもこの一年熟成の柚子胡椒はレストランでも使用しており大変人気な商品です 1> 1年熟成とあるんですが、はい、他の一般的な柚子こしょうと何が違うんでしょうか、はい、やはり他の柚子こしょうと違う点としてはやはり1年しっかりと熟成しているので味わいがマイルドにあの辛みがマイルドになりまして、はい、あの深みのある味わいになっております2つ目の商品は1年熟成柚子胡椒をご紹介いたただきましたでは最後もう一つ商品をご紹介いただけますでしょうかははいと最後は うん、香りの良いアユ魚醤でございますあの下にある醤油屋さんが作っておりまして地元のあと塩だけで作られたとても香りの良いあ魚醤です本当にそのままあが使われているんですねはいあの内臓と塩だけになりましてあの世界で一番香りの良いあ魚醤とも言われておりますあの臭みは一切なくあの優しい香りがします 食材の嫌な臭いを消し素材の持っているうまみなどを味を引き立てる効果があります料理の仕上げに数滴入れていただくとあの素材の香りが引き立ちますしあとは臭みなどを消しますのでお魚やレバーなどといった料理にも使えますこの鮎魚醤は都内ではなかなか手に入りにくかったりするんでしょうか ななかなか都内ではないのですがこちらには常備置いておりますので興味のある方はぜひお越しいただければと思います。3つ目はアユ魚ショをご紹介いただきましたでは最後に原口さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします、はいえー。他のアンテナショップと比べましたら数は少ないんですがどれも厳選したものもお入れしております。 レストランは夕方からなのですが物販は十一時半から営業してますのでぜひお越しくださいませザライ大分スタッフの原口真里奈さんにお話を伺いしましたありがとうございましたありがとうございましたインタビューにご協力いただいた皆さんありがとうございましたザライ大分と同じように 観光案内が併設されているアンテナショップは数多くあります夏に旅行をお考えの方は区内のアンテナショップに足を運ばれてみてはいかがでしょうか